というわけで、翼チャンネルの新田翼です。よろしくお願いいたします。少しだけ前だと思うんですけれども、確かですね、スタッフさんがですね、 PVP を100倍楽しむ方法というような感じで、まあ、今現在その PVP っていろんなね、不満点だったりとか、まああると思うんですけども、まあ、もちろん楽しんでる方もいるとはいえなんですが、その中でこんな風にしたらもっと面白くなるんじゃないかとか、こういう、まあ、裏のルールというか、自分たちだけで勝手に暗黙の了解を作ってそうやってやってみるのも、まあ、あの現状打破というか、まあ、若干そのマンネリと感じている方にとってはいいんじゃないかというような動画を出したんですけども、まあ確かになとも思いつつ、まあ、僕の場合は全然美課金とかですんで、上を目指すために頑張っているというところなんですが、まあそれでもやっぱオリハルコンあたりで停滞はするんですけども、まあ、その感じは別にいいといたしまして、ただその新しいルールというものに関しては僕もなるほどなと思いながら聞いておりまして、実際タクトって、まあ、高難度にしろ、PVP にしろ、闘技場にしろ、ギルド大会にしろなんですけども、基本的には相手を全滅させれば勝ち、高難度でもまああるとすれば、なんていうんですか、1体、まあ、この前のゾーマ城のようにゾーマを倒した段階で終了というような、まあ、基本的には倒すということだけだと思うんですけども、これにちょっとした変化をつければもう少しこう幅が広がるんじゃないかなと軽く思ったんですが、というのもですね、まあ、あのシミュレーション RPG っていろいろとあると思うんですけども、まあ、有名な一番有名なところで言うと何なんでしょうか。それこそスーパーロボット対戦とかになるんですかね、まあ、もっといろいろあると思うんですけども、僕が好きなゲームで、ファイアーエンブレムというゲームがありまして、これも基本的にはマス目をユニットという、まあ、キャラクターを動かして、相手を倒していくというものになるんですけども、このファイアーエンブレムというゲームがですね、まあ、その種類というかシリーズにもよるんですけども、そのマップをクリアする条件というものが結構多彩でして、例えば、タクトのように敵を全滅させるだとか、敵将といいまして相手のリーダーの撃破ということが、まあ、メインではあるんですけども、それ以外にですね、拠点の防衛とかって言いまして、ある特定のマスを相手に踏ませないように頑張るだとか、めちゃめちゃ強い、もしくはめちゃめちゃ多い敵に対して何ターンの間生き延びるだとか、そういったちょっとした変化球といいますか、ただ相手に突っ込んでいって倒すというもの以外の、勝利目標というものがありますので、これをタクトに、まあ、付け替えるというか実装してみても面白いんじゃないかなとはちょっと思ったんですね。まあ、これは高難度というかソロプレイに関しての話なんですけども、現状タクトだと、まあ、その普通に倒す以外のものだと、超巨大バトルですか、あれがあったと思うんですけど、まあ、あれに関しても若干その不評なことはあったんで、仮にこういうことを、ね、実装したとしてまた、ダメだって言われるかもしれないですけども、まあ、そのオートで周回できるかどうかっていうことはまた別といたしまして、その単純にマップとして面白いとか楽しめるというふうにすると、そういう新しい条件とかつけてみてもいいんじゃないかなと思いますね。めちゃめちゃ相手に強い、まあ、なんか魔王軍団とかを配置しておいて、まあとてもじゃないが倒せないなら何ターンの間生き延びれば勝ちみたいな、あれですかね、僕はもう瞬時に負けて終わらせたんですけども、エイプリルフールのモナンちゃんが確かめちゃめちゃ強いけど倒せるみたいな感じでもあったと思うんですけど、あれもちょっと面白いですね。普通にクリアするだけなら簡単だけど、なんか頑張って倒すことができるだとか、そういうことをすると、まあなんとかなる。で、あの場合はですね、なんか確か倒したところで得点はなかったと思うんですけど、まあ、普通の通常クリア報酬を与えておいて、その倒せた人にはまたなんか、上乗せで何か、まあ、アイコンだったりとかジムだったりとか報酬を載せてみるというのもいいのかもしれないですね。そうなると、最低限必要なものは、いろんなユーザーに行き渡るし、頑張った人にはなんかやり込みあの証みたいなものが取れるとかってなると結構いいと思うんですけども。そして PVP に関してなんですけども、この PVP に関しては今はもう1対1で殴り合うということにしかまあなってない、1対1というか5対5か、まあ、あのコスト内で殴り合うということしかなってないんですけども、例えば他の対戦ゲームとかっていうのも、まあ、格ゲーとかであれば基本的には、倒すだけということになってはいると思うんですけども、例えば、まあ、最近幻影戦争とコラボをするということで、この幻影戦争の、PVP の内容を見て、ああなるほどと思ったことがあるんですけども、一番最初に、まあ、5人だか6人だか自分のメンバーを選出いたしますと。
そして相手とマッチングをして相手のパーティーを見た段階でこちらは3人キャラクターを選んで対戦をするという形になっていたんですね。なので自分が持っていく6体から向こうの相手を見てこれが出てきそうだなとかこれが出てきたら嫌だからこれを入れとこうかなみたいな読み合いができると。まあそれをしてしまうと若干その今までの PVP よりも時間がかかるというのはあると思うんですが、これがですねこのなんていうんですかシステムといいますか、ポケットモンスターというゲームがあると思うんですけども、まああちらはシミュレーション RPG ではないので根本的に違うものではありますが、まあそのお互いの手を読み合うという意味ではそのポケモンの、オンライン対戦でこのようなシステムをまあなんていうんですか実装しているんですね、採用しているというべきですか。6体持っていって相手のタイプとかを見てこれが出てくるかもしれないからこれにしようという読み合いが発生し、そこで、初期配置とは言わないですけど選出したメンバーによっての相性というものが出てきますので、今のタクトみたいにその一番最初にドンとやってしまっても対戦が始まったらどうしようもならないということがあまりないと言いますか、仮に相手がめちゃめちゃこう強いパーティーを組んでいてもこっちがその強いものに対してこいつを入れておけばこいつをなんとかできるかなというような読み合いをすることによって勝てる可能性が出てくる。まあ、もちろんその読み合いにも負けてしまった場合は全然同意書もないというようなことが起きているようなのですが、ただこれをすることによってその今の相性ゲーというものが多少は緩和するんではないか。ただそれによってのデメリットとしましては、まあ、そもそも5体持っていけないだとか、時間がもっとかかるということになりますので、まああのタクトの場合は、3時間3時間4時間と枠が決められていますので、そこに関してはもしかしたらクレームが出てくる、まあ仮に実装されてもクレームが出てくるかもしれませんが、はい。そしてまあポケモンと、いう話が出たからだと思いますというかあるんですが、これも難しいと思うんですがチーム戦というやつですね。まあ例えばお互いに2対2体選出して相手の4体パーティーと戦うみたいな、まあチーム戦となるとさらにあの枠が厳しくなるというか、自分がやりたい人と一緒にやるというのが難しいかもしれませんし、かといってまあ普通のゲームのように、相方が選べない状態、相方もランダム相手もランダムでやると、まあ、例えばすごくミントが低い状態だと、相手の人、自分の相方が弱いから負けちまったよっていうようなツイートがすごく出てくるような気はするので、あんまり良くないかもしれないんですが、まあ、テコ入れというか新しいその方向性としてはなしではないんじゃないかと思ったりするんですがね。まあそうなるとまたサーバーに負荷とかかかってしまうので良くないのかもしれませんが、どうなんでしょうか。まあちょっと思ったりしましたね。それと、まあちょっと前後するというか、高難度に関して僕が前々からこんなあったら面白いなと思っていたものでですね、まあ、ファイアーエンブレムというゲームが基本的にそのユニットっていうのは倒されてしまうと二度と使えないっていう制限があるんですけども、このですね、倒されてしまうともう使えないっていうものが結構なんていうかいい味を出しておりまして、ゲームをする上で、まあ、すごいスパイスになってるんですけども、これをですねタクトに若干こう流用できたら面白いんじゃないかと思ったりしたんですが、普通ってタクトってこう一個一個のステージをやっていく分であるんで、まあ自分の仲間が倒されようが何しようが別に関係ないというか、とりあえず勝てばいいということだと思うんですが、例えば3戦連続4戦連続みたいなステージを置いておいて1回スタートしたら、途中で抜けれない、4戦クリアするまで、勝利というかクリア扱いにならないというようなステージがあったとして、でその4戦、どこかで倒れてしまったユニットはその次のマップに参戦できないというようなのちょっと面白いんじゃないかなと思いまして、まあ、例えば5体いたとして、回復役でセラフィーを持っていったと、ただ、一発目のステージでセラフィーが倒されてしまったってなると2戦目が始まった段階でセラフィーがない状態で始まるみたいな、まあ、もちろんその後負けてしまったら復活はしていいと思うんですけども、こうするとその今まではなかったそのこのユニットが倒されないように立ち回るとか、これとこれどっちか倒されそうだけど次のステージを考えるとこっちを犠牲にしておこうかとかいう新しいその思考っていうんですかね、策略が生まれそうとかって思うんで、ちょっと楽しそうだなと思ったんですが、まあこれもですね、例によってと言いますか、オートが難しくなってしまうという点に関しましては、まあ不評になりそうな気もするんですが、単純にその高難度としてゲームとして楽しむ上でこのようなことってどうなんだろうなとちょっと思ったので動画にしてみました。
いつもですね、クレームを入れたりとかするだけですので、まあ、こういう改善案というかこういうのってどうでしょうかと、新しいコーナーとしてね、まあ、こういうのを考えていくと運営さんがいつもなんかいろいろと考えているもの大変なんだなと、僕がまあ出せたとしてこの程度なので、大変なんだなということが身に染みてわかるというような感じでしたね。はい、まあ、こんなものをですね見るかどうかわからないんですけども、新しいルールとしていろいろとやってみるのはありなんじゃないかなと思った動画でした。はい、今回こちらにて失礼いたします。翼チャンネル、チャンネル登録してくれよな、チャンネル登録してくれよな。